オキエソは、ヒメメ、エソカに分類される魚の一種。全世界の温暖な旋回に住む、肉食魚で、食用にもなる。一種のみで、オキエソ族を構成する。地方名として、エソ、アマエソ、シマエソ、トラギスなどの地方名もあるが、トラギスは、本種とは全く別の魚パラパーシスプルケラの、標準和名でもあるので注意を要する。生魚は、 全長40センチメートルほど。糞が極端に短く、大きな目が頭部前面につく。口は大きく、顎には細かく鋭い歯が並ぶ。体型は、S っカかに、典型的な前後に細長い円筒形だが、前袖などに比べると頭身が短くずんぐりしている。体の模様は、黄色と水色の縦縞模様で、体の片側の黄色線は3から4本ある。 不明瞭な暗色横半が混じるものもいる。腹気南城の外側が短く、内側が長いことと、尻びれの規定が長いことで、他のエソカ魚類と区別できる。エソカの分類中では、一種のみで、オキエ相続トレイクアイナセファラスとして分類される。全世界の熱帯、温帯の海に広く分布する。日本でも、南日本の暖流に面した地域で幅広く見られる。 水深100メートル以前の砂底に生息するが、特に20メートル前後に多い。夜行性で海底付近を活発に泳ぎ、魚類や甲殻類を捕食する。餌生物は魚類が約75%、他のベントスが約15%を占めるというデータがある。昼は砂に浅く潜って休む。産卵期は9から10月で、 直径1.1から1 2ミリメートルの分離浮き製卵を産む。稚魚は海岸近くの藻場にも見られるが、成長に従って深場に移る。底引き網などで漁獲されるが、キスやマゴチ、スズキ、マダイ等を狙った釣りの下道としても上がる。他のエソ類と同様に小骨が多く、そのままで利用されることは少ない。主に魚肉練り製品の材料に利用される。 ありがとうございます。